はい、まあ一気に公元の生活に戻っていきそうなそんな雰囲気にも見えますけれども、改めてこの5類移行でどんなことが変わるのかいくつかポイントを見ていきたいと思います。まずは感染した場合の行動制限についてです。これまではですね法律に基づいて発症から原則7日間の 待機ですね、まあ、外出自粛と言われていましたけれれどもこれが求められていました一方で5類への移行で法的な行動制限がなくなりまして発症から5日を目安に外出を控えることが推奨されるとつまり個人の判断に委ねられるということになりました。え続いて 対応する医療機関についてですこれまでは発熱外来が中心だったんですが今度は発熱外来以外にも段階的に拡大されるということになります続いてです医療費についてこれまでは陽性になった場合の医療費というのは公費負担だったんですが今日からは原則自己負担ということになります 入院医療費につきましては9月末までは最大で月2万円の補助が出るということですさらに感染者の把握や公表も変わっていきます こちらは今日県が公表した新規感染者数です。今日は三百三十二人の感染と三人の死亡が公表されました。毎日このような発表もお伝えしてきましたけれども、この発表も今日が最後ということになります。感染者数の発表は今後週一回になるということです。 季節性インフルエンザと同じような対応になっていくわけですけれども、まあ、新型コロナ、まだ収束したわけではありません引き続き感染しないあるいはさせない対策努力をしっかりと続けていきましょう。